富士市コミュニティバスは静岡県富士市内を運行しているコミュニティバスである。なお、同市内のデマンドタクシーについてもここで説明する。富士市は富士市地域公共交通総合連携計画において公共交通を社会的なインフラと位置づけ複数の交通手段を状況に応じて選択できるバランスの取れた都市交通体系を実現するため 公共交通の充実を図るものとしている。その中で、コミュニティバスデマンドタクシーは、JR、学南電車、路線バスが、広域連携機能、都市圏連携機能、地域連携機能を担うのに対し、地域内ネットワーク機能を担うものとしている。公共交通の利便性が低い地域において市が運行する、コミュニティバス等の運行経費は、運賃でカバーできない場合には、 市と地域が協力して負担し、運行経費の2、3を、市の負担、残りの1、3を、運賃収入、広告収入及び協賛金にて賄うものとしている。吉原中央駅循環専用車両富士市、コミュニティバス吉原中央駅起点と富士駅起点の路線がある。どちらも月から、と運行、運賃は210円である。当初は、ひまわりと故障していたが、その後、 ひまわりとひまわりバスの故障が混在し、現在はひまわりバスと故障される。吉原中央駅循環富士駅、循環オレンジコースグリーンコース直行ルート、巡回ルート総数、その年度の利用者総数、平均、その年度の1便、1社あたりの利用者数、1、2009年度中に運行開始、二2010年度中に運行開始出、 浮島地区の JR 東田子の浦駅へのバス需要の把握を目的として2011年6月15日から7月14日と2011年11月1日から2012年1月31日に実験運行を実施 JR 東田子の浦駅と学南へのお駅を結ぶシャトルバス料金は100円学南電車から乗り継ぐと無料になり 学南電車へ乗り継ぐと運賃が100円引きとなる。また、学南電車の学南への駅を含む定期券を提示した場合も無料となる。2012年6月1日から10月31日に実験運行を実施。バスターミナルである吉原中央駅と東海道本線、東海道新幹線、学南線を接続する路線として、富士市からの委託を受け、 2006年10月28日から運行を開始した。循環路線である青コースと緑コースと吉原中央駅と新富士駅を結ぶシャトル赤コースの3路線が運行された。最大1年間の試験運行であったため、2007年9月30日をもって運行を終了している。循環バス、ひまわり新規コース開設のお知らせとロゴマークキャラクターの募集につい、 ひまわりの例、広報富士918号での使用、広報富士平成19年、特殊公共交通あなたは、車派、それとも公共交通派、ひまわりバスの例、広報富士890号での使用、広報富士平成18年、4月17日から、ひまわりバス西部循環が生まれ変わります。ありがとうございます。